ハロウィンは1978年のアメリカ映画、ハロウィンシリーズの第1作目である。ジョン・カー・ペンター監督、作曲、ドナルド・プレザンスと本作が映画デビューのジェミー・リー・カーティスが出演している。本作は30万ドルの制作費で制作され、アメリカ合衆国において4700万ドルを稼ぎ、世界では7000万ドルの興行収入を記録した。 これを2014年現在の価値に換算すると2億5000万ドルに相当し、最も稼いだインディペンデント映画となっている。多くの批評家からは、アルフレッド・ヒッチコック監督作の最古から着想を得た、スプラッター映画作品群における最初の作品として認知されている。本作公開後の1980年代から1990年代まで、本作を模倣した。 様々な低予算ホラー映画が制作された。ただしそれら多くの模倣作品と異なり、本作は暴力や残虐なシーンをほとんど描写していない。2006年、文化的、歴史的、美学的に重要として、アメリカ議会図書館のアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。前述のように本作は、アルフレッド・ヒッチコック監督作の最古に強い影響を受けているが、 冒頭の数分の長回しは、オーソンウェルズの黒い罠へのオマージュである。その他にも思春期の内気なヒロインの恋愛やセックスへの憧れと憎悪を匂わすキャラや芝居、殺人鬼が使う包丁に、男性器のメタファーを殺人鬼であり、幻想的な怪物であるマイケルが少女を襲うことにも、セックスのメタファーを入れている前衛的な演出などから、スペインのルイス・ブニュエル作品の影響もあると、 見られている。2018年、本作から40年後を描いた本作の直接の続編、ハロウィンが制作された。ハロウィンの夜のハドンフィールド。少年マイケルが母と姉を差し殺し精神病院に入れられる。それから15年後マイケルが病院から脱走し、担当医であったルーミスが彼を追う。マイケルの妹ローリーの前に彼が現れ、 エクステンデッド版 DVD BD に収録日本語版スタッフありがとうございます